大阪で一緒に練習してる仲間ですね。なるほど。第2ゲームです。向こう側京都かぐやライツディアスのサービスから始まります。笹尾のポイントです。ピアスのサービスからの3球目、非常に重たいボールでした。かなりパワーありますね。それも負けていません。しっかりと自分のサービスから3球目チャンスボールを作って形にしています。サービスエースです。渡辺さんは笹尾のサービスが変わったんだという話をされていますが、はい、どのように変わったんですか。まずあの巻き込みの体勢から、はい、あのまず順回転がしっかり出せるようになって、そこにアップダウンがあるんですよね、はい、であの長短もありますから、これをあの読むのが非常に難しい。まあ大きなアイテムを手に入れたっていうぐらい頑張って努力したんだと思いますね。なるほどなるほど。そしてそれがレシーブ時にも生きています。見事なフリックからの攻撃でした。すごい踏み込んでの逆モーション、バックハンドノータッチでした。ですから今もうレシーブ完璧ですよね、はい、あの長いサービスが来たら回り込んでのドンっていうレシーブもありますから、で短いサーブに対しては表ソフトを使ってこれだけ攻めていくわけですからね。確かに 5-1 です。いや渡辺さん、サービス時に優位に立てるということがこれほどまで影響するんですね、はい。うん、あのもううまい力の抜けたブロックでしたね。はい、回り込んだディアスのフォアハンドドライブ、柔らかなブロックで空いたフォアに送りました。うん、ここも逆です。なんと 7-1。 さあボンミスなしですね、はい、本当に。ロングサービス、うん、ここはサービスエースです。ただしっかりと回り込んでいました。強烈な一撃です。これで 3-7。 自分のサービスで2本取りましたディアス。ただ1ゲーム目から笹尾のレシサービスの時に1本も取れてないんですよ。これをまず攻略してこないしないことにはどうしても波に乗れないですよね。これ 初めてですね、はい、でそれが3連続ポイントにこれ今なりましたから、はい、うん、ここから何かきっかけをつかみたいところですね、ティアスとしては。カウンタードライブ、うん、ディアスらしい、 らしいですね、笹尾のドライブの軌道をちゃんと読んでます。ここでタイムアウトです。日本生命ベッカで やはりこのゲーム大量リードから2点差になりました。笹尾としてはきっちりと取ってゲームカウント2対0にしたいところです。もうおそらくベンチが取ったんですよね、これは。まあ、これこういう、まあ、4連続得点中のディアスですけど、次サービスが回ってきますからね、ディアスにとっては。ちょっと冷静に自分のプレーとかこう進め方っていうのを考える、このディアス側にとってもチャンスになったわけですね。はい、
クスを巡って突進して、うん、一旦目を閉じてキリッとした表情、何かセルフトークをしながらうなずいてコートに戻ってきます。さあピアスのサービス2本です。強烈なフォアハンドでした。8-5。この第一ゲームもそうだったんですけど、この笹尾のバックに深く送るということは、ああいう緩いボールを狙いたいところなんですよね。でももう一回緩く返しちゃってるっていうのがちょっとディアスがうまくいってない。これですよ、はい、ディアスといえば。そうですね、このバックハンドです、はい、パチンというバックハンドです。あれをやるためにバックに深く送ってると思うんですけどね。ここしのぐ笹尾、ディアスの強烈なフォアハンド連打でした。池袋監督、そしてロドリゲス選手、成本、安定してる。まあ、表の方を嫌がってですね、フォアで攻めてくるっていうのを笹尾うまくカウンターで対応しましたね、はい、このガッツポーズです。ベンチでも今シーズンはこの森と笹尾が大きな声を出しています。厳しい表情になりました。ロングサービスバック対バック、笹尾押していくがオーバー、1点差です。うなずいています。さあディアス、自分のサービス、サービスを変えてきました。追いつきました。ナインオールです。いや渡辺さん、はい、追いつきました。でしかもですね、大きい展開でこうディアスらしいラリー展開で取ってますよね、ただ問題はここで笹尾のサービスなんです。そうですね、笹尾としてはやっぱり自分の得意パターンでずっと押してきてますからね、取りたい。レッドです。ドンキサービス、うわ深かった。決めてですね。渡辺さんは前のゲームでしたかね、はい、団長と副団長というふうに表現されました、ね、力強い応援です。10-9、ゲームポイントです。再び粘れるかディアス、続いてモーション、一番ダメなパターンですよね。ディアスとしてはあのフォア側に突っつくやつはもう一番笹尾を狙ってるから、はい、やはりナインオールから笹尾のサービス2本、笹尾がきっちりとポイントにつなげました。 11-9、 逃げ切りました。ゲームカウント2-0です。いや改めてこのナインオールの笹尾のあのバックへの深い下回転サービス、はい、この威力っていうのをこうまざまざ見せつけられた感じですね。詰まってましたし回転量も多かったのでディアスものけぞりながらのドライブになりました、はい、渡辺さんどうなんでしょう、スコア上はもうゲームカウント2-0で笹尾有利だと思うんですけれども、はい、最後ナインオールまでディアスが来たというところが、それはあの好材料ですから、はい、あのまあ、ディアスも何かのきっかけにはなるかもしれないんですけど、もう最後のやっぱり取られ方っていうのはもう不安また残しましたよね。渡辺さんの中でも一番やってはならないという表現になりました、はい、あのバックサイドの巡回転をフォア側に短く止めるというのがですね、通常はいいんですけども
今もう完全に甘くなってますから、